スウェット解放区の酒井です。本日はですね、髪をちょっともう今風呂上がりでこれボサボサなんですけども、髪めちゃめちゃ伸びちゃったんで髪を切りに行きたいと思います。で、まあジャムズヘアっていう東海市にある美容院に行きたいんですけど、その美容院がめちゃめちゃかっこいい美容院で、まあ、どういった美容院かといったら男性専門なんですよ。案外男性専門ってなんか少ないと思いませんかね。床屋さん、昔は美容院って言ったら女性が行くところだったようなイメージがあるんですけど、まあ、とにかく男性専門ということで、すごいこう店、その美容院の店の作りもすごいかっこよくて、アメリカンみたいな感じですごいかっこいいんですよ。で、そこにずっと前から行きたくて、で今職場が東海市にあるんですけど、まあ、近くというところもあって、今日はちょっと勇気を出して行ってみたいと思います。一応ですね、あの予約の時点で撮影の許可はもらってるんですけど、ちょっと緊張して撮影できるかどうかわからないんですけど、行ってみたいと思います。絶対気になる美容院だと思う、皆さんもご存知の美容院かと思いますが、ジャムズヘア、東海市のジャムズヘア行ってみたいと思います。はい、このチャンネルではですね、ショベルヘッドのこと、ハーレーダビッドソン、バイク、DIY、メンテナンス、バイク購入についての話をさせていただいています。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。同時にですね、チャンネルの方、動画の方にグッドボタン、コメントいただけるとすごくテンション上がりまして、動画撮っていけますのでお願いします。直接私に連絡取りたいよという方おられましたら、概要欄の方に公式 LINE アカウントということで作ってありますので、そちらの方登録していただいてコメントいただければ返信させていただきます。はい、では本日は東海市のジャムズヘアというところに、ちょっと髪を切りに行きたいと、どんな髪型にしようかってもちょっと迷ってるんですけど、またその辺も相談しながら切っていきたいと思います。もうそろそろ着くと、めっちゃ早く来ちゃったな。めっちゃ早く来ちゃった。ジャムズヘア。あ、やべ、ジュジュ通り越えた。どっから入るんだろう。いいじゃないですか、これ。早く来すぎちゃったかな。なんか。ちょっと早く着いちゃいましたけど、ちょっともう向かいますね。めっちゃ風が強い。上がっていけばいいのかな、ちょっとわかんないや。めっちゃかっこいいバイクが、多分 XS かな。ここ2階でいいのかな。めっちゃかっこいい、映していいの。めっちゃかっこいいっす。このここから表に行くっていうこと。ここだ。なんか違うなと思ったんだよね。すげえ。めっちゃかっこいい。はい。どうしよう。どこの試合行けばいいんだろうね。ちょっと一回カメラ撮ります。はい。今着きました。これすっごいめちゃめちゃかっこいいです。これめちゃめちゃちょっと映っちもちょっと映してみるか。はい、どうぞ。こんな美容院見たことあります？もうギターとかめちゃめちゃあったし、はい、じゃあ、カットにカット入っていきます、はい、お願いします。お願いします。めちゃめちゃ似合ってます。はい、今切ってもらいました。ジャムズヘアで来ました。どうですかね、似合ってますかね。でポマードっていうのがすごいあって、これめっちゃかっこよくないですか。このポマードも今日はちょっといただこうかなと思ってます。はい、じゃあありがとうございました。切っていただいて、あれ映ってるかな、映ってる。ありがとうございます。ありがとうございます。切ってもらってありがとうございます。また来ます。ありがとうございます。ちょっと待って。すげえ、こんなかっこいい、こんなかっこいい美容院ないっすよね。あ、ギターなかったっけ。欲しいもの詰まってます。
カードいけるんですよ、ね、はい、いけます、いけます。見てください、これここにビートルがマンゴーもあって、へぇ、フリードリンク、フリードリンク、ドリンクか、ドリンクもよかったら、ね、あ、いいです、いいです。はい、今お会計終わりました、帰ります。すげえファイヤーキングもあるやん。出てきました。すごいかっこよくないですかこれ。あれどっから来る、あ、ここか。すごいかっこよ。でこっからこう行くんです。最初入り口でお菓子のことになってましたけど、こっからXS ですね。やっぱり XS 250なんだよね。はい、今車の中に戻りました。で一応このポマード、今日使ったポマードも買いました、同時に。はい、ジャムズヘアめちゃめちゃかっこいい男だけの美容院床屋に行ってきました。もしよければ皆さんも一回足運んでみてください。はい、本日の動画終わります。ありがとうございました。